はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえずオーケーの谷へ向かうところですね。マップ的にはここかってことは、第10の寺院前に転移すればいいのかな。一旦あそこへ行って道を切り開いていくっていう、そんな感じになるのかな。で、これどっちだ。テンペルサンドとは言ってるけど、こっちは寺院だから多分こっちだよね。あ、そうだそうだ、マップに目的地が記された。で、これどっち、上下、わからん場所的にはここだよね。こっちじゃない。どっち上。これさ、高低差が分かんないからね。上に行ってみると、どういうことよ。こっちに出る。でもこっちに出ると全然違うマップに出そうな気はするけどよかったわ。寺院の山門前。ここから王都の西側へ抜けられる。ダーナはここにいないからもう行っちゃったのかな。何か気になるのかい。こっちじゃないんじゃないとか言い出すのか。このまま進んでダーナに追いついてどのような言葉をかけるか。いや、そんなの別にいいじゃん。大丈夫だ、そういうのアドルがやるから。励ます必要なんてない過去なんて関係ない。いいんだよ、適当にやっとけば。でもこいつらはな、こういう経験してめちゃくちゃタフになったよな、絶対。島から脱出したら急に強くなって帰ってきたみたいな。大雑把でいいんだよ、大雑把で。確かにどっちに行けばいいんだ、分からんぞ。あちらの門。あ、ここあれか。分かった分かった。そうそうそう、閉まってたんだよね。思い出したわ。そういうことか。あれ、ここだったっけ思い出したわーとか言ったけど、こんなとこだったっけまあいいや、進んでいこう。流星雨って言ってもさ、絶対これ人為的なものだよね。お、ここに
見晴らし峠、ワープポイントでね、結局素材がね、離力石が足んなくて、オーラブレード、防具が1個作れなかったんですよね。こいつ柔らかい系か。あれ、こっちになんかあるね。上登ってこう。ダメ、どくさ。装備してないんだ。これはもういらないか、今のところは。これいちいち装備直す意味、し直す意味ってあんのこれ。手に入れたものはもうずっと使えるって言われていいじゃん。うおー、無理だわ。21人って、いや無理だよ。あれ、あ、今何人いるの。そうだね、現在19人だからね。え、まだいない人いるの。もう無理だよ、探せらんないよ。ちょっと申し訳ないけど、この島で暮らしてもらうことになるな、救出してない人は。敵対渡航がね、全然足んないんですよね。これ下降りれんの、なんか落ちそうな気がするな。なかなか入り組んだ地形が続くようだな。そしてアドルを動かすのは久々やな。これがね、すげえ範囲広いんだよね。落ちるのかだけ。あ、ここは落ちないね。こいつなんでくるくる回ってんだ。いや、アドルはでも使いやすいね。これがね、範囲が広くてね、これがねっていうか、フラッシュガードになっちゃったけど、雑魚戦にはアドル使いいいな。やっぱりね、アドルとダーナのね、斬撃が被ってるっていうのがね、イーズ7とかだと確かね、アドルはね、いろいろ選べたはずなんですよ、その属性を。で、仲間によってちょっと武器を変えれば、いろんなパーティー編成ができると。で、こっちの方の枝を切ってこう。しなる小枝。あれ、ヒールポーションとか補充してきたっけ、そもそも。まあいいや、とりあえず今は散策だからな。ボス戦の前に絶対ワープできるところがあるはずだから、一旦一回帰ろう。あれ、これ蜂あれじゃん。ちょっと先にこの蜂は倒して、あ、硬いんだっけこれ。なんかやだ。え、これ何、あ、なんだ。これ無視すればいいと思うんだよね。いちいちスプレーみたいな、なんだっけ、なんか巣を壊せるやつを使わなくてもいいと思うからね。結構続けて敵いっぱいいるな、こっちに。このままこれで一掃していこう。後ろ向いて倒れるのがすげえ気持ち悪いな。もう虫とかね、ほんと嫌だからな。あ、これ結局一周するってことか。なんかカマキリみたいなのがいるな。ギリーか。うわ、吹っ飛ばされてる。あとは周囲に何かないか。敵がすっげえいっぱいいるね、敵は。こっちからも行けるけど、ちょっとこっちも行こう。こっちの方見よう。後ろ側になんかありそう。別に何もなかったわ。このカマキリってなんかいいの持ってないのかね。そんなには強くないか。大型のやつだってめちゃくちゃ苦労するやつがいるけど。あれ、どっから来たっけ。こっちか。
てこっちのマップへ行きましょうと。エリアルコンボとか全然やってないな。空中に浮かせた敵を攻撃するとボーナス経験値を入手することができる。全く意識してない。ロディニア湖沼地帯ん、どっちだ。またこういう系か。電撃系を持ってるね。一発では倒せないか、さすがに。これ一発で倒していけるとめちゃくちゃ早いんだけど、でも連打できるからね。 SP 消費抑えるやつをつけてるからね、わりかしゴリ押していけると思うんだけど、もうすぐゴリ押すからな。テクタイトコはね、集めとかないと鉱石が貴重だからな。あの3みたいなやつって大丈夫かな、食らい続けても。うわー、なんか虫がいるね。これ絶対月だよ、月。落車、とりあえずブレイクすればなんとかなる。よーし、風切り場ね。宝箱いらねー嫌がらせとしか思えない。僕の番だな。で、どっち側、あそこは行って、この上の宝箱か。壊したよね。二段ジャンプで行こう。ん、何これ、いけねえんだけど。あ、ここか、この上かと思った。蒼月のタリスマン。いや、ちょっと待って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 、強い、強いぞこいつ。いや、マジか、古代種かこれ。使おう必殺技を、使おう。間違えた待ってパニックってる。いや、こいつ強いわ。スカイドライブでもめっちゃきらめくな応援スイング。おお、なんとか倒した。なんとかってわけでもないけど、古代種クラスが出てくるのか、やはりこういうところでは。やった、離礁石。離礁石がね、まず重要なんだよね。こいつどうしようかな、学者に任せんのもな、ちょっとな、めんどくさいかな。ブレイクしてくれ頼む。強引に押し込む。よし、あっちにもいるのか。なんか沼地みたいなのが続いてんな。一応上に行こう。こいつあと、おるよ。あれ、あと意外に減ってんな、ヒットポイント。半分くらい減ってる。これ地図完成させるの、マジ無理だな。このゲームは。これこっちからこっち行けんの？行けんだけど、なんかどっちも行けんな。え？これ何？いや、上から行こう。まあ今はね、もう水の中とか潜れるからね、全然大丈夫なんだけど。行き止まり？沼から行けってこと？もしかして、もしかすると行き止まりみてえだなそういうことかよ。あれを見ろ。
ん？これ何？いつもの水晶石。いやでも記憶を取り戻すためなんだからしょうがないよ。それじゃダメなんだ。ごめんねリコッタちゃん、それは難しいかな。アドルさん、みんなやっぱり来ちゃったんだね。ダーナネ、どうして出て行った？なぜ一緒に行くの難しい？リコッタたち嫌いになったか？うん、嫌いになんてなるわけないよ。ダーナさんは私たちにたくさん力を貸してくれました。記憶を取り戻すのなら今度は私たちが。ありがとう。でもやっぱり私は一人で。かたくなだな。どうやら相応の理由があるようだな。金色の余地、私の余地は色によってどれぐらい確実か分かるの。黄色に染まった余地は避けることのできない確定した未来。まさか。うん、オキアヌスを倒したあの時に見えてしまったの。私はみんなと一緒にいられない、お別れの時が必ずやってくるって。だったら私なんかに構わずみんなは島から脱出した方が。ん？ダーナは分かってないな。俺も分かってないけどな。え？どういうことかな。いや俺も分からん。アドルの言う通りだぜ。いや言う通りだぜとか言ってるけどさ、分からんマジで。いずれは別れることになる。そんなこと、ここにいる全員に言えることじゃねえか。この島を出ればわしらはそれぞれの生活に戻っていく。だがその時には出会えてよかったと互いに思いながら別れたいだろう。少なくともここにいる奴らは心からそう考えているはずだぜ。ダーナ、お前さんだって同じじゃないのか。それはそうだけど、私は事情がみんなとは。ん？何も違わない。いや。え？私たち漂流者だってもともとはお互い見ず知らずの人間です。ですが生まれや立場の違いを乗り越えて互いに協力して生き延びてきました。確かにダーナさんはちょっと違うところもあるかもしれません。でもそれを除けば私たちと何も変わらないではないですか。そういうことだ。お前さんはわしらの大事な仲間だ。わしらと違うとかあまり寂しいことを言ってくれるな。アドルさん、みんな、私、みんなと過ごすうちにもっと一緒にいたいって思うようになって。でもそれが叶わないならせめて迷惑をかけないようにって。それだけ大事に思ってくれること、リコッタとても嬉しい。でもちょっと残念。うん、まあみんな対等よ、対等。ああ
ここではダーナさんはもう大樹の巫女ではありません。仲間として、友人として、もっとみんなを頼ってください。みんなが同じ立場なのですから、お互いに支え合いましょう。分かった、ありがとう。別れが待っているとしても、笑ってその時を迎えるため、私は自分の言葉で別れを告げたい。だから知らなくちゃ、自分が何者なのかを。アドルさん、みんな記憶を取り戻すのに力を貸して。思うが、頑張って力になるぜ。人から借りたものは必ず返すのがトラバルト家の掟だ。私も覚悟を決めました。みんなで共に前へ進む覚悟を。ダーナさん、頑張りましょう。本当にありがとう。ああ、行き止まりだから、これあれか、またローブの人物が私を呼び出した。過去に戻ってなんかすんのか。この先にある。鬼が出るか、蛇が出るか。まずはここを突破するため、過去の私、力を貸して。これで一応ダーナ復帰するのか結構早かったな。でもアドルのな、やっぱり制圧力が高いからな。雑魚を掃除するにはめちゃくちゃ優秀な必殺技があるから、アドルで行ってなんかボスっぽくなってきたらダーナに変えよっか。今はどういう時期、雪が降ってる。そこ、どいてくれ。お前たち、こんなお荷物でどこへ行くつもりなんだ。どこへだって、そんなことは俺たちにもわからねえ。もう何日も日が差さないし、地震や火山の噴火も止まらないし、こんな国にはもう住めないわ。どこか安全な場所へ逃げるしか。とにかく通してくれ。あんたたちに止める権利はないはずだ。オートから逃げて、まずどこへ行ってるかだよね。いやー、その後も自然災害がね。氷河時代が来るんじゃない。氷河時代が、なぜかサライちゃんにも会えない。巫女には伝えられていない大樹の真実。王家の墓場、いやもうこういう状況だからしょうがないよ、行くしかないよ。一応このさ、過去線とさ未来線はさ並行して動いてるんだね。
え、さっきから降ってなかった雪。いや、めちゃ寒いでしょ、これで雪降っててさ、こんな格好してたら雪降ってんのに素肌出してるんだよ。ああ、なるほどね。でどっちいつもわからん。いやー、これ間違えるとめんどくさいぞ。どっちだ、画面はこっちっぽかったなってか、地図見よう。え、わからん。土地勘がマジでないからな。でもある程度間違えるとこっちじゃないよって言ってくれるのは助かるけどね。あ、これさっきのやつら。穀倉地帯。故郷がある人はとっくに王都を離れている。ああ、この世界がどこまであるんだ。あ、何かあるよ。この寒さで植物も枯れてきている。これじゃあ装飾の粒子も埋めて弱っているばかり。急がないと。道はこっちでいいんだよね。こいつらめっちゃ弱いけど本当にこっちでいいのか。これ撮ってるのってさ、なんか意味あるの？未来のアドルに引き継がれるとか。ユカ迷子になったか。場所言われても全然わかんねえかな。なかなかの傑作を完成させた。上空にリュークの目を作り出して広範囲を見ることができる。超すげえ。いや、どこが安全か見てたんじゃないの。進む道にいればさ別にいいけどさ、戻ってどうのこうのしないといけないっていうんだったらもう無理だよ。そこまでの余裕はない。あ、何かあるの？あ、何かあるよ。こっちでいいのかな。イベントポイントがある。そう、こういうところにねいてくれると助かるんだよ。結構でかいね。別に子供ってわけじゃないんだ。ああ、なるほど。
それで薬草を見てたのか。そういう年ごとなんだよ今は。すごいね、才能はあるんだ。お願いします。さっきのところまで戻されるのか。とりあえずさ、服を着ないか、みんな。絶対寒いよ。でも雪の存在を知ってるってことはさ、やっぱり寒くなる時期があるから、冬用の服とかもありそうだけどね。田舎で作れるのかね、そういう利宝具って。うちにあるものを何でも持って行ってくれ。え、もしやあそこなんかこの宝庫開かねえみたいな。宝箱の鍵、え、これ戻って開けなきゃいけないってこと？それはちょっと時間ないよ。3人の祝福を祈って立ち去る。あ、またいるんだ。さあ先へ進もう。こっち側は来たから、どっちだ。何かあるの？あ、うん？これさっきのところか。あ、何かあるの？あ、さっきの行き止まりだ。ちょっと待って、逆に行こう。あそこみたいだね。でもそうするとこっちじゃないよとか言い出してくるのかな。うん。そうだね。え、これ下に行くとどうなの？ちなみに
なんか怒ってる。美味しそうな果実だね。やっ、あれなんか、うわ強そうだ。あれ倒していいのこれ、まあ、とりあえず、うお、押し切り、とりあえず押し切り、うおキュッタン、これは畳みかける、頭とか別にそんなに弱点ってわけではないか。完全にいじめてるよな。お、龍種討伐2、え、この先行けんの、ちなみに。あ、何かあるよ。離礁石とかね、手に入れたけど、行こうとすると王家の谷はこっちじゃない。はーい、急げ、意外に遠いな。え、あっち行くとどこに出るの、ちなみに。これは切り取ってこう。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ人がいる。貴様何者だってダーナ様を知らないのか。この方はまさか。眠っててもらうよ。そんなこともできんの。これは一体何事だ。来たら寝てたんだよ。いやいや、サボってるやつらを先に咎めるべきでしょ。来たら寝てたんだから。まあとりあえず苗は植えたからね。王家の墓はそんなに大事か。何も知らずに守ってるんだろうな。
やつらは。本の主人公みたいだなって、ゲームの主人公だけどね。え、下が気になるんだけど、下がいよいよだな。ダーナがパーティーに復帰しました。とりあえずアトルでいっか。ここは触っておいて、で上に行けると。いやーでも下もね気になるってこそ地図が埋まってないんだけど。こっちって行けないの？すげー気になるんだけど。魚のポイントがあったのか、ちょっとここだけすげえ気になるんで。あ、間違えた。ジャンプしようと思ったら、まあいけそうはいけそうだよね。待ち、沈む。ちょっと待って。いやちょっと待って、アイテム、アイテム。すげえ苦しそうだったぞ。二段ジャンプは今いいや。これ浮き場靴。おお、よし。いけるよね、こっち側。何があるんだ。何もないの、特に。なんか、あれがいるね。古代種がいそうだね。ちょっとじゃあこっちも気にはなるけれども、王家の谷を目指しますか。じゃあちょっと離礁石のところまで戻りますと。二段ジャンプできる。これさ、なんで行けないの、あっちに。まあじゃあちょっとこのまま、進みながら終わりにしましょうか。じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。次回はこの先へ進んでいきたいと思いますので、じゃあチャンネル登録、ツイッターのフォローとしていただければ幸いです。